登したのは携帯電話の CM で鬼ちゃんを演じている菅田将暉さん。英雄電機の新 CM では和太鼓に挑戦ということで。よっ、男気あふれる和太鼓を披露してくださいましたが、珍しくちょっと男気というか力づくというか筋力のなさには定評があって定評が頑張りました。お兄ちゃんの深志役の新 CM は今月30日から放送予定です。続いてのトピックはこちら。3月の新幹線開通を目前に控え盛り上がっているのが北海道物産展。都内でも続々スタートしています。イクラやアワビ、そして高級食材のボタンエビ。現在池袋の東武百貨店で行われている食の大北海道展では北海道の絶品グルメが盛りだくさん。そしてこちらは今日から北海道物産展が始まる小田急百貨店。今回は3月新幹線開通で人気になるスポット函館を特集しております。北海道新幹線の開通予定日3月26日まであとわずか。今盛り上がりを見せている函館の人気店の味人気店の味がこちらで味わえちゃうんです。最初におすすめしたい函館グルメは、北海道新幹線を模したパッケージが可愛らしい一口サイズのチーズケーキ。チーズケーキが非常に良くてですね、コクがあって、後味もすっきりして非常に美味しい商品になります。さらに北海道でもなかなか手に入らないA5 ランクのフラノワ牛など4種類のブランド牛を贅沢に 300g 以上も詰め込んだお弁当。その重量はなんと1キロオーバー。だんだんエスカレートして器も大きくなってしまって、なんとこんな重量になりました。北海道でしか食べられない絶品グルメが集まる北海道物産展、皆さんも足を運んでみてはいかがですか。続いてはこちら。富士山の山頂に太陽が重なった時だけ見られるダイヤモンド富士。そのダイヤモンド富士が今だけ、しかも東京で見られるスポットがあるんです。昨日朝ちゃん取材班が向かったのは東京足立区の荒川河川敷。平日の夕方にもかかわらずカメラを持ったたくさんの人が集まっています。狙っているのはダイヤモンド富士を撮った人。この寒いのにダイヤモンド富士を見に来ました。この先いいスタートが切れるようにと。富士山の山頂に太陽が重なるダイヤモンド富士がなんと東京でも見られるというのです。方角やタイミング、天気などダイヤモンド富士を見るには厳しい条件があるということですが、果たして荒川河川敷から見ることはできるのでしょうか。